武蔵白石駅は神奈川県川崎市川崎区白石町にある東日本旅客鉄道鶴見線の駅である。駅番号は事例7。当駅は川崎市内にあるが JR の特定特市内制度における横浜市内の駅として扱われる。大川市線の支店、分岐駅で駅の南側で大川駅へ向かう路線が分かれていく。かつては大川支線のホームがあったが、 現在は、大川支線のホームがなく、隣の安全駅が運転上の分岐駅となっており、当駅には停車しない。しかし、鶴見方面から大川までの定期券でそのまま当たり駅で上行、可能である。旧大川支線ホーム及び鶴見線大川支線の、項も、参照のこと。日本交換創業者の白石元次郎にちなんで、駅名が付けられた。ただし、すでに、 東北本線や函館本線などに白石駅があったため、武蔵を干渉することになった。相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。駅舎は北側にあり、扇町方面ホームに直結していて、二つのホームは構内踏切で連絡している。ホーム上に一部屋根がある。ホームの扇町よりは一部高さが低くなっている。扇町方面のホームはやや狭い。 駅の南側を大川支線がかすめている。なお、大川駅へは電車を使わずとも、当駅より道なりに徒歩10分前後で行くことが可能である。無人駅で自動券売機、簡易水化改札機設置駅。トイレは改札口の横に設置されているが、男女共用の多機能トイレのみの設置であり、通常のトイレは設置されていない。旧駅舎だった頃は、 改札を入って右手へ線路沿いの細い通路を行ったところにあり、手前に小便用、小便器右横に大便用の便器が置かれた男女共用の水洗式トイレが設置されていたが、あまり目立たず、分かりづらかった。乗り場駅舎側を一番線として、以下の通り、かつては大川支線にもホームがあった。鶴見線本線から大川支線へのほぼ90度曲がる急カーブ上にあり、 行き止まり式の3番線と通過可能な4番線が存在したが、3番線は17メートル車1両分しかなく、4番線も17メートル車2両分程度の長さしかなかった。また、鶴見線本線へつながる4番線で、ホームが死傷し、車両限界の関係で20メートル車が通過できなかったため、17メートル車の雲波12型が長らく使用されていたが、 当該系列は休憩国電であり、老朽化が激しいなど問題が多かった。このため20メートル車の入線を可能にすべく、当駅の大川支線ホームを撤去することとなり、同時に雲波12型は103系に置き換えられている。なお、カーブが急で20メートル車では曲がりきれないために、ホームを撤去し、カーブを緩くしたという記述がよく見られるが、実際は、 ホームと3番線の線路が撤去されただけでカーブ自体には手は加えられていない。そもそもこのようなホームになったのは2番線ホームの後ろに川崎貨物駅から安全駅に向かう貨物線の線路があり、反対側も民有地が迫っていて拡張することができなかったためであり、それは現在も変わっていない。二千八年度の一日平均乗車人員は千六百一人で、 ある。近年の推移は下記の通り。無人駅は正確な数が把握できないとして2009年以降非公表となった。ありがとうございます。